手紙が、はい。埼玉県のペンネーム、私に期待してさんから、私は9月から転職して新しい職場になるんですけど、ドームツアーで汗かきすぎて塩分が足りません。好意塩分補給をお願いします。塩分補給して、無茶ぶり何でもやってやれということです。すごい。ということで、私に期待してさん、もしもし。あ、もしもし。あ、もしもし、繋がった。ということで、これは3人でやっていきましょう。そうですね。まあ、パルルって書いてあるんですけど、3人ぐらいだったら僕行きますよ。強いね。じゃあちょっと3人で、3人から、私に期待してさんへの塩分補給テレフォンスタート！私に期待してさんは新しい職場になるんですか？そうですね。まあ全然聞いてないんだけどね。ああ、まあ別ですけどね。話すことなかったんで。私に期待してって、どこ期待したらいい？別に期待してほしいと思ってないですよ。この、期待してもらいたいレベルじゃないんで。ああ、嘘つきですね。うん。ああ、もう喧嘩始まっちゃうよね。あれ？いや。全然怖い。ちょっと待って。なんかないと思った。じゃあ、可愛いの真似して。可愛いの真似。嘘だろうが！からのパルルドゥーンからのわあ、なんか、何これ。ちょっとバカにしてるでしょ。わかりました。わかりましたって。いや、このぐらいでも全然100足らないですよ。あらら、そうですね。なんか負けてる。なんかちょっとね、新しい職場でやっていけると思うんですか、それで。全然余裕ですね。何の職場ですか？何の職場？ちょっとまあ、料理関係なんですけどね。用事？料理関係？うん。料理関係ですね。料理作れるんですか？そうです、コック。まあ私の方がうまいと思うんですけどね。うん、そうやな、確実に。うん。得意料理なんですか？得意料理。はい。ピザです。ピザ、パスタ。冷凍食品チンでしょ？舐めてないっすか？チンでしょ？それダメ、怒っちゃう。チンじゃないのそれ。ちょっとできるでしょ、これ。チンでしょ？いや、可愛いはチンやろ。あ、マジスカ2見た？マジスカ2。2ですか？2見ましたよ、全部。嘘。じゃあ私のさ、名台詞言ってくれへん？お食べの？うん。お食べの名台詞か。ごめん、お食べは全然印象に残ってないっすよ。申し訳ない。お食べ印象に残ってなかったな。これ傷つくわ。もう帰ります。さよなら。じゃあさ、マジスカ3見てた？マジスカ3見ますよ。じゃあさ、ナナシの名台詞お願い。ナナシも興味なかったな。ナナシ名台詞ありません。イエーイ！ナナシには名台詞なんてありません。じゃあ一番得意なモノマネやって。一番得意なモノマネ。ないの？もしかして。ないと思います。別に何とも思ってないけど。そうっすか。じゃあいいです。別に見せようと思ってないんで。ラジオなんで見えないですけど。ラジオなんで見えないので声しか聞こえないですけど。そうっすよね。ねえ、これなんなの？エガちゃんです。終わった。勢いよく出してほしかったんですけど。どうですか？塩分補給されました？塩分っていうよりなんか、これなんか、気分悪いですよ。なんか、喧嘩になっちゃった。別に普段こんなんじゃないんで。ああ、なるほどね。いい人なんですね。ギャップですね、ギャップ。そうですよ。だっていつもだってパルルなんしか行ってますからね、ちゃんと。パルルさん来ないでよ。なんでさ、コンクなってからさ、塩分発揮するんですか？今塩分出てきちゃった。塩分もうちょっと前に発揮してほしいと思う。マジじゃないです。本当はもっと全然違うんで。大丈夫ですよ。料理人ですもんね。頑張ってくださいね、ピザとパスタ。ありがとうございます。みんなで応援してるんで。ありがとうございます。ググタス。やってるんで。了解です。わかりました。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。ということで。ちょっとなんか、後味は、悪いよな、なんか。喧嘩みたいになっちゃいましたね。喧嘩みたいになっちゃうけど、でも、こういうやつなの。ということで。